はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。クロイツェルピアノ、もう何度も動画でも紹介しておりますのでね、ご存知と思いますけど、今現在でも存続しているピアノメーカー、メーカーというよりかピアノ工房ですね。もう数人の職人さんでコンコンと作ってるピアノですのでね、今はもうほとんど製造はなくて、まあ修理工場みたいな感じにねなりつつあるとは聞いておりますけれども、今でも廃業せずにやってるというのは素晴らしいことです。で、結構ね中古ピアノの業界でも人気がありましてですね、シュベスター、クロイツェル、シュバイツァースタイン、ね、ディアパソン、もうその辺ね、ヤマハ可愛いではない、ブランドを探している方がいらっしゃいます。今日来られたお客様もディアパソンください、あ、シュベスターもいいねってそんなことをおっしゃってました。はい、もちろんヤマハ可愛いはもう素晴らしいピアノですけど、それ以外の貴重なピアノでもねいいものがたくさんあります。その一つがクロイツェルですよね。今回入ったのは特モデルですね。特って漢字で書いてある特なんですよね。はい、見てください。特で、ここのねシールが実はね剥がれてるんです。特のなんとかとかいうね書いてあるはずなんですけど、これがないものですからちょっとね、型番はわからないです。でもまあ間違いなくクロイツェルで作ったピアノです。909050と、まあ、全部ね私正直にお話しますのでね、もうそのまま聞いてくださいね。はい、外装はね、ウォルナット、この時代はね結構マホガニっていうワインレッドが主流だったんです。木目ピアノというと、だから茶色いピアノっていうのは中古では実は少ないんですけれども、これはもう完全にウォルナットのね木目、今は木目がたくさんね作られてますけれどもね。はい、3本ペダルです。はい、こんな感じですね。後ろはよいしょ、5本支柱ですね。がっちりと作ってありますね。はい、音の響きは、ここのねクロイツェルの特徴ってね、この黒鍵がちょっと赤っぽい、真っ黒じゃないんですよね。これがなんかね面白いなっていつも思うんですけどね。ね、ちょっと入ったばっかりでいつもいつも言い訳してますけれども、ちょっと今回も調律は完全じゃありません。まだもっとひどいのもありますのでね。はい、あ、いいですね、よく飲みます。ビートルズを小学校の時聞いた時に、あれは不良が聴く曲だから聴くなって言われたのを思い出します。もうこんな名作を次々と出したね、バンドでしたのにね、当時はビートルズは不良だと言われてました。私と同じ年代の方はねご記憶があるんじゃないかなと思います。クロイツェルピアノいかがでしょうか。ご興味ある方はぜひ京都まで弾きに来てくださいね。いいピアノでしょ突然振られてびっくり、はい、うちの木下調律師ですね。バク転が できる調律師です。はい、ということで、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。